東京マラソンのスタート地点にはそれぞれの夢が充満しています。アニマフランス・パリへの道しるべ、東京マラソン2024、今スタートしました。世界記録あるいは日本記録も狙えるペースでスタートしています。東京からパリへ、最後の1枚をかけた最後の戦い。日本選手先頭集団のその集団の中5、6人がちょっとアクシデントがありました。なんと鈴木健吾が遅れました。日本選手先頭集団から手元の時計3秒ほど離れました。サバイバルレース残り10キロを切っています。今抜きました。西山雄介、ここで日本選手トップ。キプチョゲの横に並んだ絶対王者を抜き去った。キプチョゲを日本選手の西山雄介が抜き去りました。パリオリンピックへ、ケニア代表入りへ、大きなアピールとなる素晴らしいレース。世界の強豪を抑え、東京マラソンキプルト優勝。大会記録を更新しています。パリへの思い、今その設定タイム2時間5分50秒を経過しました。ただよく走った、頑張った西山雄介、今フィニッシュ。5分50秒には届きませんでした。もう本当にオリンピックに、行きたかったっていうのがその一言につきます。今までで一番いい状態で、スタートランにも立ってましたし、その5分50切る自信もやっぱりありました。ただやっぱり、結果的には全然足りなかったので、まあ自分のまだ取り組みがダメだったの証拠だったと思います。すべてをここにかける思いでやってきたので、今は本当にそうですね、もう少しゆっくりして今後、自分がどうするのかを考えていきたいと思ってます。ニーヤ頑張れ、ニーヤ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 瞳、今女子6位、日本選手トップフィニッシュ。ただただ力不足だったなと思います。私を受け入れてくれてサポートしてくれてる人たちに、どうしてもやっぱり日本記録っていうタイトルは形として残るんじゃないかなと思うし、今後も可能性があるなら持ち続けたいなって思っています。